私はずっと2時間をかけてこの大学に通った経験があります何事もどの経験も無駄にならないやればやるだけいろんなことを経験を積んだ分自分のためになると今も信じておりますまた誰からでも何からでも学べる自分の意欲が一番大切だとまたそう考えておりますそれが実践できたかどうかは分かりませんが今も いつも挑戦するという気持ちでやっております一つはですねやはりチャレンジ精神だと思います二つ目はコミュニケーション能力やはりどん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 ん少子高齢化が進みまして兄弟が少なくなるまた家族も家族編成も少なくなるその中で家庭においてもどうしてもコミュニケーション力なくなる会社に入りますとお客さんとまずコミュニケーションをしっかりし結ばないと 何事も進まないその中でやはり人と会話をする自分の心を開くその上でお客さんの心に開いてもらうこのことが大切だと思っています私は常に良き理解者を5人作りなさいといつも学生の方また社会人にも求めておりますまずそういう気持ちを持つことで心がくじけない強い心ができるその友達であれまた自分のことを信頼していただく 人がいいるととうことで、自分自身がいろんな時に悩んだ時にその人ならどんな言葉がもらえるかその人の例えば相談したらどういう忠告がある助言があるかということが自分の中で相当ができるぐらいに信頼できる人を5人周りに作っておくこと一つの心の支えになると今でも信じております。まず、いいい。ろんなことにに先ほど言ったたたように挑戦をしていただきたい それともう一つは過去他人環境は変えられないでも自分自身また明日は変えられるこのことを信じて志を大きくまた夢を大きくこれからも自分自身に厳しく努力をしていただきたいこう願っております。